札幌市、月寒体育館、屋外競技場は、札幌市と夜平区にある、スケートリンクと競技場。この項目では、かつてあった札幌競輪場についても記載している。1961年の札幌競輪場廃止に、伴って、当時の札幌軍と夜平町が北海道から土地を譲り受け、直後に合併した札幌市が引き継いだ。1962年に、 月サム運動広場として、球技場、定休場を整備した。月サム体育館は1971年に、月サム屋内スケート競技場として完成して、札幌オリンピックアイスホッケー競技に使用された。オリンピック終了後から、現在の名称に改めて一般開放し、1979年に、通年型スケートリンクとした。同年には、現在の定休場が完成し、 1988年に現在のラグビー場と球道場が完成している。2012年には隣接地に札幌市カーリング場がオープンした JOC 認定競技別強化センター、ラグビー場、編集球道場、編集 JOC 認定競技別強化センター、定休場、編集月サム体育館では札幌オリンピックアイスホッケー競技はじめアジア冬季競技大会、 1991年、東京ユニバーシアード、全日本アイスホッケー選手権、大会、2015年世界女子カーリング選手権大会、などの国際大会、国内大会に使用され、アジアリーグアイスホッケーの試合も行われている。ラグビー場では、第44回国民体育大会、ラグビーフットボール競技に使用されたほか、ジャパンラグビートップリーグなど、 トップレベルの試合が行われている。弓道場では、弓道やアーチェリーの大会が行われる。2016年9月中旬、月寒屋外競技場弓道場を使用した、札幌アーチェリー協会会員が練習中に矢を誤射し、矢は高さ9メートルのフェンスを超え、約100メートル離れた住宅の壁に突き刺さった。負傷者はいなかったが、矢を発見した住民が9月18日に、 豊平警察署に相談し、警察署は捜査を開始した。11月11日、警察署は、弓道場からのアーチェリーの矢の暴発事故と断定。11月12日、札幌アーチェリー協会、月寒体育館職員。札幌市が事実関係を確認。11月26日、札幌市が実施した地域住民への事情説明において、 地域住民からこの事故以外にも過去に屋外へ矢が飛び出していたとの申し出があった。11月27日、札幌アーチェリー協会指定管理者、札幌市スポーツ部の3社は再発防止策の対応を協議し、札幌市は施設改修の検討、実態調査、札幌アーチェリー協会と財団に対する文書指導などの対策を講じるとともに、 球道場の一時閉鎖を決定。11月28日、札幌市スポーツ局スポーツ部、一般財団法人札幌健康スポーツ財団、札幌アーチェリー協会は、連名で事故に関する報道資料を公表し陳謝した。札幌競輪場は、かつて北海道札幌郡豊与平町にあった競輪場。1949年に北海道が旧陸軍用地に、 道営札幌競輪場を,を1952年に函館競輪場と共同でススキノに場外車検売り場を開設。1954年には第9回国民体育大会自転車競技の会場に使用されている。1959年に町村金吾が北海道知事に当選すると かねてから、同栄競輪開催廃止の意向を示していたため、1960年に札幌競輪場の年内廃止を表明。これに対しと与平町は自ら主催することで、競輪場の存続を図ろうとしたが、町民の理解を得られなかったことや札幌市と合併協議中であったことなどから開催権を引き継ぐことができず、断念せざるを得なかった。こうして、 同年11月5日をもって、札幌競輪場での開催が終了となり、翌年4月で正式に廃止となった。なお、敷地は、豊平町に譲渡されたが、直後の同年5月に、札幌市とが合併したため、札幌市が引き継いだ。札幌市、月寒体育館に関するカテゴリー、札幌市、月寒屋外競技場に関するカテゴリー、札幌競輪場に関するカテゴリー、 ありがとうございます。